五儀の要は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属する調教助手、元騎手。競馬学校14期生で、同期に、池添健一、太宰圭介、酒井学部などがいる。1998年、立東、松本豊旧社所属騎手としてデビュー。初騎乗は1998年3月1日、中京競馬場、第五競争の星メールで、 15頭立ての4着。同年3月7日、中京競馬場第7競争で、レッドマルスに起乗し初勝利を挙げた。1998年9月12日、エルムステークスでタヤスロベルトに起乗し、重傷初起乗を記録した。なお2001年2002年に障害競争への起乗経験もあったが、後に障害免許を返上し、平地のみの起乗となった。 デビュー初年度に15勝を記録も、1999年1月、京都にて第7、8、9胸椎圧迫骨折、さらに7月函館でも左小骨骨折及び左、第2子末節骨骨折と落馬不詳が相次ぐ不運にも見舞われ、1999年以降の勝倉は一桁台で推移し伸び悩みが続いた。減量騎士より外れる2001年からは、 企乗機会も減少。2005年10月を最後に、勝ち星からも演ざっていた。2012年10月20日、オペラモーブに企乗し7年ぶりに一番人気に、押されたが2着、自走でも一番人気に押されたが13着に、破れチャンスを生かせなかった。2013年9月20日限りで騎士を引退し、石坂忠し9者の調教助手に転身した。ニュースプラザ。 競馬ブック、2015年6月7日閲覧。小木の要騎手が、引退調教助手に転身産経スポーツ2013年9月15日、閲覧。ありがとうございます。